はい、こんにちは。今日は中国の経済情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。格付け会社ムーディーズは5日、中国の格付け見通しを安定的からネガティブに変更した。中期的な経済成長率の低下や不動産部門の縮小が理由。ムーディーズは中国の成長減速、債務増加見通しを踏まえ2017年に格付けを1段階引き下げ A1 とした。それ以来の調整となる。見通しの変更についてムーディーズは、中国当局が債務問題を抱える地方政府や国有企業への資金支援を迫られることが予想され、中国の財政、経済、構造的強さに広範なリスクを与えているためと説明。さらに中期的な経済成長の構造的、持続的低下や現下の不動産部門縮小に関連したリスクも見通しの引き下げ要因とした。このように報道されております。ムーディーズとしては、中国の経済成長が当面低調な状態が続くと考えられることや、不動産市場の縮小などを鑑みてリスクが拡大している可能性を考慮したとみられます。中国は現在輸出もマイナス成長で、中国国内においては若者の失業問題などを背景に消費ということではなく節約貯蓄志向ということが強まり、中国の国内市場は厳しい状況に直面しているとみられます。こうして中国の資金力が細り、経済が苦境に直面する中にあっては、一帯一路などを通じての途上国への投融資にも限界が出てくると考えられます。イタリアが一帯一路から離脱したという報道がありましたが、今後、金の切れ目が円の切れ目となり、離脱ということがある種の潮流となっていく可能性も否定できないように見えます。そうした意味において、海外に活路を求めた経済面での中国モデルは頓挫する可能性が考えられます。さらに中国の習近平指導部が国家の安全を重視する方針を示す中、スパイ行為を取り締まる改正反スパイ法が7月1日施行され、曖昧だと指摘されているスパイ行為の定義が拡大され、取り締まりのさらなる強化が懸念されており、そうしたことにより西側諸国の中国経済を見る目は厳しくなっていると言えると思います。そしてそうしたことは次のような報道からも見えてくると思います。中国投資家に敬遠される重大リスク。8月以降、中国本土株市場から 3.5 兆円を超える外国資金が流出。中国投資の危険性がこれほど高まったことはない。この10年間、好景気に沸く中国に殺到した世界の投資家は、地政学リスクを頭の片隅には入れていた。そうしたリスクは今や、中国の株式や債券、民間企業の持ち分を購入する際に最も重視され、多くの人々が中国への投資を敬遠する要因となっている。中国とアメリカの関係は悪化しており、それが中国の経済金融市場に及ぼす影響が今年は鮮明になった。アメリカは今夏、アメリカ国民が特定のハイテク産業の中国企業に投資することを制限した。また人工知能 AI の開発に利用できる先端半導体チップや関連製造装置について、中国軍に利用されるのを防ぐため輸出制限を課した。中国の電子商取引大手アリババグループは11月、同社の大規模なクラウド部門を分離する計画を棚上げした。アメリカの半導体規制により同部門の事業活動に支障が出かねないためだという。アリババは1日で約200億ドル、約2兆9300億円の時価総額を失い、米中間の緊張がいかに投資家に予期せぬ損失をもたらすかを示した。2021年以降、米中間の経済、金融のデカップリングは著しくなっている。アメリカ投資家は、アメリカ政府が中国軍への協力を疑う企業の株式売却を余儀なくされている。その結果、中国国営の通信エネルギー会社がアメリカの証券取引所で上場廃止となった。アメリカ国民はブラックリストに掲載された他の中国企業への投資も禁じられている。中国政府は長い間、民主的な台湾を中国の一部とみなしており、侵略や軍事衝突の可能性を高めている。アメリカ資産運用会社クラリベストアセットマネジメントのアメリカを除くグローバル戦略担当最高投資責任者デイビッド・ボーン氏は、我々は皆台湾で何が起こるかを注視していると語った。また中国の不動産不況と消費者心理の冷え込みも懸念されるとした。ボーン氏によると、地政学的緊張が緩和しなければ外国投資家は中国証券の保有をさらに減らすとみられる。投資家が懸念していることの一つは、投資先の企業が金融などの新たな規則によって打撃を受ける可能性があるかどうかだという。最近中国本土の株式市場から外国資金が流出している。外国投資家は8月以降、
上海や深圳に上場されている中国 A 株を240億ドル、約3兆5230億円、相当以上売り越している。香港との相互取引経由。金融情報サービス大手、ウインドのデータによると、これは2014年に相互取引制度が導入されて以降で最大の売り越し額となったほか、連続売り越し期間も最長となった。ゴールドマン・サックスは11月12日付のリポートで、非常に厳しいシナリオでは、投資家が中国株をさらに1700億ドル相当売却する可能性があるとした。アメリカ連邦公務員向け確定拠出型年金制度、スリフト・セービングスプランの投資委員会の顧問は、センシティブな中国テクノロジーセクターへの投資制限、中国企業の上場廃止、ロシア・ウクライナ紛争に起因するロシア証券への制裁を理由として挙げ、このような不測の事態により投資家が売却を余儀なくされた場合、株式の価値が下落する可能性があると述べた。また、最近のハイテク投資規制やアメリカ技術の輸出禁止を皮切りに、中国や香港での株式投資がさらに規制される可能性があるとしている。このように報道されております。こうした資金流出は、中国の低調な経済指標が相次いで発表された時期と重なります。さらに、中国株を売却したヘッジファンドやアクティブファンド運用会社の大半は、中国の成長見通しや米中関係が大幅に改善されるまで、中国株に再び投資する可能性は低いのではないかと見られています。また2024年はアメリカ大統領選挙と台湾総統選が行われる年でもあり、地政学的に複雑な状況が続くと見られることから、投資家が中国への投資に一層慎重になる可能性も考えられると思います。さらに中国は不動産と生産性低下という情勢と直面し、なおかつアメリカやカナダ、EU、オーストラリアなどとの関係も厳しい情勢が続く可能性が考えられます。こうした中、次のような報道があります。中国の巨額、隠れ債務、危機的状況に。中国政府は国内銀行システムに深刻な打撃を与えかねない金融時限爆弾を取り除こうとしている。中国各地の都市、省は長年にわたる野放図な借り入れと支出の結果、巨額の隠れ債務を積み上げてきた。国際通貨基金、IMF とアメリカ金融業界の推計によると、中国のオフバランスの政府債務残高は約7兆から11兆ドル、約1030兆から1620兆円に上る。これには地方政府傘下の投資会社、融資平台が発行した社債、上等債も含まれる。融資平台は上等債発行を通じて、道路や橋などのインフラを建設したり、その他の支出を賄ったりするための資金を調達した。実際の総額は誰にもわからないが、地方政府債務が持続不可能な水準になっていることは、この1年で明白になっている。中国は経済成長が鈍化し、デフレ圧力と戦っている。こうした圧力の下では地方政府が元利払いを期日通りに行うことは難しくなる。エコノミストらによれば、4000億ドルから8000億ドル、約59兆円から118兆円、超と推定される隠れ債務の大部分は特に問題が多く、デフォルト、債務不履行、リスクも高い。大きな懸念は、デフォルトの波によって損失が広範囲に拡大することだ。その結果、信用市場が機能不全に陥り、多くの地方債を保有する銀行の財務安定性について個人、法人預金者が不安を抱き始めれば、雪だるま式に全国的な金融危機に発展しかねない。中国は、不動産不況が何年も続き、不動産開発会社のデフォルトが数十件発生するという状況を、国内銀行に巨額の損失を与えることなく乗り切ってきた。それができたのは、多くの不動産開発会社が外債発行で資金を調達してきたため、銀行融資への依存度が低かったことが大きい。融資平台の状況は異なる。上等債の大半は中国の商業銀行が保有しており、商業銀行は融資平台に対する融資も行っていた。最近の UBS のリポートによると、昨年末の国内銀行の融資平台への投融資総額は約6兆9000億ドル相当で、銀行部門の総資産の約 13% に相当していた。一部の都市、省は深刻な不動産不況の煽りで土地、使用権、売却による地方政府の収入が激減し、財政が逼迫し始めている。新型コロナを封じ込めるため3年にわたり多額の歳出を行ったことも、手元資金を使い果たす要因となった。調査会社ロジウムグループのリポートは、市場は短期的なデフォルトリスクだけでなく、リスクが顕在化した場合の影響が、融資平台の債務から金融全般に波及する事態にも警戒を維持すべきだとしている。現在、融資平台の大半は地方政府からの補助金、
資本注入や外部資金に頼る。 UBS のシニアエコノミストであるチャン・ニン氏は、同氏のチームが約3000社の財務諸表を分析したところ、利払いを賄うだけのキャッシュを事業から生み出せていない企業が大部分を占めたと話す。このように報道されております。こうした中、アメリカ格付け会社ムーディーズは6日、中国の地方政府の融資平台26社を格下げ方向で見直すと発表しました。26社の債券発行特別目的事業体の格付けをすべて格下げ方向で見直すとしています。中国では地方政府は中央から認可された債券発行以外、資金調達が認められていません。それを回避して、地方政府がインフラ投資を行う資金をより集めることを目的として作られた組織が、地方にある融資平台、道路や地下鉄などインフラを整備する資金を調達するために地方政府が出資設立した投資会社です。融資平台は地方政府による暗黙の保証を背景に、別動態として低コストで資金を調達、民間では難しい不採算の大規模プロジェクトも手掛け、地方の通知表である地域の GDP を押し上げてきました。しかし現状、不動産バブルの崩壊などの影響で地方政府が財政難に直面しているというのは皆様もご存知の通りであります。こうした中、アメリカ格付け会社ムーディーズが6日、中国の地方政府の融資平台26社を格下げ方向で見直すと発表。26社の債券発行特別目的事業体の格付けをすべて格下げ方向で見直すと報道されたということは、地方政府の暗黙の保証は当てにならないと判断された可能性を示唆しています。不動産バブル崩壊が報道される中、財政が逼迫した地方政府に巨額の債務を抱える融資平台を支援する余力はもはやないのではないかと見られています。債務の返済を繰り延べる事例も出てきています。そして次のような報道があります。 IMF 国際通貨基金は、融資平台の債務が今年は66兆人民元、1350兆円余りに上ると推計しています。債務は右肩上がりで増え続け、5年前の2018年からほぼ倍増。融資平台がデフォルトに陥れば、金融市場は大混乱に陥るとの懸念が強まっています。デフォルトで懸念されるのが金融システムへの影響です。大手格付け会社 S&P グローバルは、中国の地方銀行が去年末の時点で抱える融資平台に対する債権が12兆人民元、日本円で246兆円に上ると推計しています。取り付け騒ぎのきっかけとなった恒大グループの負債総額はおよそ49兆円。単純に比較はできませんが、地方銀行の融資平台の債権はその5倍の規模です。格付け会社では、融資平台がデフォルトした場合、5分の1の銀行で資本不足に陥り、その不足額は45兆円余りに上る可能性があると指摘。地方や中央からの公的資金の投入など、抜本的な対策が必要になるとしています。このように報道されております。桁違いの負債を抱える融資平台が、もしデフォルトということに陥れば、日本のバブル崩壊の日ではないと考えられます。長期的な解決策の一つとして考えられますのは、融資平台の債務を再編し、政府からの資金調達や支援に依存しない、十分に利益を上げられる商業的に存続可能な企業にすることですが、実現は容易ではないように見えます。巨額に膨らんだ債務のツケは大きいものがありまして、この危機を防ぐために残された時間はそれほど長くない可能性も考えられ、習近平政権には早急な経済対策が求められています。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。